谷崎潤一郎役源氏物語その第115回、朝顔続きから。亡き院がこの宮たちをことに大切になすっていらっしゃいましたので、おとどもそれを引き継いで今もお互いに親密に交際なすっていらっしゃるらしいのです。お二方の宮は同じ神殿の西と東に住まっておいでになるのでした。式部教の宮がお隠れになりましてからまだそんなにも経ちませぬのに、早くも御殿が荒れた感じで、あたりの気配がしみじみと裏寂しいのです。宮はご対面になって御物語をなさいます。すっかりお年をお召しになったご様子で、時々咳をしておいでになります。亡き大井殿の宮は御姉君ですけれども、いまだに羨ましいくらい若々しい御有様でいらっしゃいますのに、この御方はそれに引き換えてお声にも艶がなくコチコチしていらっしゃいますのは、やはりそういうお人柄なのでしょう。院がお隠れなされてからは何につけても心細い気がしまして、だんだん年を取るにつれて涙がちに過ごしておりましたところ、この式部教の宮までが行っておしまいになりましたので、いよいよあるかなきかのように生き残っているのですが、こうして立ち寄ってくださいますので、うさも忘れられそうな心地がしますと仰せになります。ずいぶんおふけなされたことかなと思うのですが、かしこまって、院がお隠れ遊ばした後は何一つとして昔のようではなくなりました。私なども身に覚えのない罪にあたりまして、知らぬ世界にさまよっておりましたのを、たまたま朝廷が人数の中へお入れくださいましてからは、またせわしさに取り紛れたりしておりましたので、この年頃もお伺いして昔の物語を聞こえ上げたり聞かしていただいたりできませんのを、いつも不本意に存じていたのでございますなどと聞こえたもうと、いやもう本当に見るもの聞くものが浅ましく定めない世の中ですのに、自分ばかりは愛も変わらぬありさまで生きています。命の長いのが恨めしいことが多いのですが、こうして再び世の中にお帰りになったお喜びに会えましたにつけても、あのご不運の最中に死んでいましたらどんなにか残念だったであろうと存じますとお声をわな泣かせたもうて、お年を召して大層お立派になられましたこと、わらわでおいでになった自分に初めてお目にかかりまして、どうも輝かしい方がお生まれになったのかとびっくりしたことでございましたが、それから後も時々お会いするたびに怪しいまでにお美しいと存じていました。帝が大層あなたによく似ていらっしゃると人々は申しますが、そう言っても劣っておいでであろうと推量していたのですと長々と仰せられますので、ことさら差し向かいでこうは褒めにくいものだがとおかしくお感じになります。一頃妻の田舎者になりまして、いろいろ苦労をいたしましてからは私もすっかり憔悴いたしてしまいました。お上のご要望は古の世にも立ち並ぶ人がないのではないかと存ぜられ、類まれなる御方と拝せられます。ただいまのご推量はとんでもないことでございますと聞こえ上げられます。折々お目にかかれましたら、こんな年まで生きた命がこの上とも伸びるかもしれません。おかげで今日は老いも忘れ、浮世の悲しみが皆消えてしまった心地がしますと仰せになりつつも、またお泣きになります。三宮はあなたを婿にお持ちになった縁故から、親しくお世話をお受けになっていらっしゃるのが羨ましく思われます。この間お亡くなりになった宮もあなたをそういうふうになさらなかったことを時々後悔しておられましたが、当世になりますので初めて少し耳をお止めになります。そういうふうにでもさせていただいておりましたら、どんなに今頃は幸せだったでございましょう。あの頃はどなたも私をお構いつけになりませんでと恨めしそうに
器を持たせて仰せになります。祭員のいらっしゃる方のお庭をご覧になりますと、洗剤の草花の裏枯れている風情などもことに趣ありげに見えますので、定めしお心静かに眺めていらっしゃるのであろう。さてもどのような姿形をしておられるやらと、ひどく奥ゆかしく心を惹かれて、たまらなくおなりなされて、こういう折にお尋ね申し上げないでは、志が足りないようでございますから、あちらへもお伺いしてまいりましょう。と仰せになって、そのまま縁側からお渡りになります。暗くなりかけた自分ですけれども、鈍色のヘリを取ったミスに、黒い幹帳の透き影も哀れに、生めかしい焚物の香りの漂ってくる気配も申し分がありません。縁側では失礼ですから、南の久しの間にお入れ申し上げます。戦地がお目にかかってお取り次ぎを務めます。ミスの外とは今さらのようで、改まった気がいたしますな。カムサビタといっても良いほどの年月の間、お尽くし申し上げた数々の功労を考えますと、今は自由に内外へ出入りさせてくださいますことと頼みにしていたのでございましたが、と仰せになって物足りなくお思いになります。過ぎ去ったことは皆夢としまして、今目が覚めたばかりのせいで、こういう儚い心地がするのかと迷っているのでございますが、ご功労のことなどはいずれゆっくり考えさせていただきましょう、と仰せいだされるのでした。本に世の中は無常なのだと、ふとしたお言葉にも思い続けられたもうのです。人知れず、神の許しを待ち島に、心はつれなき世を過ぐすかな。今は何の戒めをかこつけになさるのでございましょう。私も、ああいう苦しい目に遭いましてから、いろいろと感じるところがございました。どうかしてその片端だけでも申し上げたく、と強いて聞こえ上げられます。恩、身だしなみなども、昔より今少し生めかしいところが添うていらっしゃるのでした。もっともお年は召していらっしゃいますが、お位の高さに似合わぬ、若々しい感じがしないでもありませぬ。なべて世の、哀ればかりを問うからに、近いしことと神やいさめん、とありますので、まあ、おつれない、あの頃のことなぞは、死などの風に任せて払いのけましたのに、と仰せられますのが、愛嬌がこぼれるばかりなのです。みそぎを神は、なんとかと申すではございませんか、などとたわいのないことを仰せられましても、こちらは真面目一方で当悪なさるばかりなのです。色恋の道に疎いご性質が年とともにお募りなされて、引っ込み思案にばかりおなりになって、よう恩依頼もなさいませんのを、お月の人々は困ったことだと存じ上げます。と、つい色めいたお話になってしまいまして、と深いため息をなさりながらお立ちになります。年を取りますと面目ない目に遭うものでございますな。こんなに思いやつれている姿を今ぞとだけでもご覧になっていただきたいのに、随分なお扱いを受けましたと仰せになっておいでになります。後ではまたしても女房たちがことごとしくお褒め申し上げるのでした。一体に空の色合いも趣のある季節のことで、ハラハラと散る木の葉のお隣につけても、過ぎ去ったものの哀れが再び思い返されて、ある時はお優しく、ある時は切なげに、なみなみならぬお志がお見えになったことなどを、みなみなお忍び申し上げます。ましてうつうつとして立ち入れたもうた御身は、よもすがら寝覚めがちに思い続けていらっしゃいます。朝早く見越しを上げさせられて、朝霧の景色をお眺めになります。荒れた花どものところどころに朝顔が這いまつわりつつ、あるかなきかに咲いていますのが、色もひときわ移ろいましたのを祈らせたもうて送っておあげになります。思い切ったおもてなしを受けましたのが決まりが悪く、
後ろ姿をどのようにご覧あそばしたかと、ひとしお恨めしく存ぜられます。でも、みし折の、つゆ忘られぬ朝顔の、花の盛りは過ぎやしぬらん。いくらなんでも、年月の間に積もり積もった恋心を、哀れとだけは大物になってくださろうかと、そんな気もいたしまして、などと聞こえ上げられます。おっとりした御文のお言葉ですのに、お答えのないのも心知らぬようですし、人々も御すずりなどを取り揃えて、おすすめ申し上げますので、飽き果てて、霧の間垣に結ぼれ、あるかなきかに映る朝顔、身にふさわしい例えを伺いますにつけても、袖がつゆけく、とばかりありますのが、何の面白い節もないのですが、どういうわけか打ち捨てにくくご覧になります。青にびの髪にしなやかな墨付きがなかなか美しく見えるでもありましょう。すべてこういう造答は、そのお方のお人柄、筆跡などに取り繕われて、その折は何がないように見えましても、それをもっともらしく伝えますと、おかしなものになることもありますから、生意気ですが、いくらかよいように書いたところもありますので、間違っていることも多いでありましょう。昔に帰って、今さら若々しい恋文などをお書きになりますのも、似つかわしからぬこととお思いになるのですけれども、やはり前々から望みをかけていらしたのが、残念にもそのまま過ぎていたことをお考えになりますと、とてもお諦めになりませんので、また若返って熱心にお便りをおあげになります。東の隊に人目をお避けになって、あの戦時を迎えてご相談になります。お付きの女房たちなども、さほどにもない男にさえなびきそうなのは、間違いでもしかでないほどお褒め申し上げますけれども、宮はあの頃でさえ全くお気持ちがなかったのに、まして今ではもうお互いにそういうことを思ってはならないご年配でもご地位でもありますし、ちょっとした菊さんについてのご変化などをその場でなさいますのでさえ、軽はずみのように言われはせぬかと世の評判をはばかり保うて、お打ち解けになりそうなご様子もありませんので、いつになっても同じようである押し打ちを随分変わったお方もあるものと、珍しくも恨めしくも大思いになっていらっしゃいます。世間では噂を聞き込んで、前妻院と年頃にしていらっしゃるので、女好み屋なども喜んでおいでだそうだ、なるほど似合いの御間柄であろう、などと言いますのを、隊の上はお耳にお入れなされて、まさかそういうことがあったら私にお隠しになりはしまいと、当座の間は大思いになっていらっしゃいましたが、差し当たって気をつけてご覧になりますと、御素振りなどもいつもとは違い、何かに憧れていらっしゃるらしいのも情けなく、さては真面目に思い詰めておいでのことを、さも何でもない戯れのように言いなしておいでになるのかと、だんだんお分かりになりますにつけても、ご自分と同じ血筋の御方ながら、世間の声望も高く、殿も昔から大切に存じ上げていらっしゃるあたりであるから、もしお心がそちらへ移るようなことになったら、恥ずかしい目に遭うであろうと、さすがに、年頃並ぶ方もないご寵愛に慣れていらしただけに、おまけになるのを人知れず悔しく思いになります。すっかりお見限りになって、これきり捨てておしまいになることはないとしても、幼い頃から見慣れていらっしゃる長年の心安立てに、自然軽々しくお扱いになるであろうなどと、さまざまにお迷いになるのですけれども、ちょっとしたことなら恨み事などもご愛嬌に仰せになりますが、心から辛くお感じになっていらっしゃいますので、色にもお出しにはなりませぬ。谷崎潤一郎役「源氏物語」その第115回「朝顔」途中まで。2021年6月16日。